カーパトロール。やあベイビーたち、楽しんでるかい？なんだい？幽霊だ！ベイビーたち、逃げろ！この電話でカーパトロールに電話できるぞ。ベイビーカーたちもやってきた。カーパトロールに電話しよう。彼らなら何とかしてくれるはずだ。マット、フランク、ヘクター、カーシティが助けを求めてるよ。幽霊がいるんだ。冗談だって？違うよマット、冗談じゃなくて本当に幽霊がいたんだって。わあ、なんかすっごい暗いな。幽霊が出たぞ。そうだね、マット。落ち着かなくちゃ。とりあえずこの幽霊を止めないと。いいアイディアだ、マット。ヘクター、カーシティを飛んで幽霊を見つけるんだ。そしたらマットに連絡してフランクが駆けつけるよ。フランク、ヘクターがもし幽霊を見つけたら後ろから追いかけるんだ。そしたらマットが先回りするから。カーパトロール、用意ができたら行ってきて。いたぞ、ヘクター
マット、フランク、ヘクターが幽霊を見つけたぞ。追いかけろ。幽霊じゃないぞ。チャーリーじゃないか。マット、ストップだ。幽霊じゃなくてチャーリーだぞ。チャーリー、チャーリー、ブレーキして早く。そうだ、ハロウィンだったんだ。チャーリーが衣装を着てただけじゃないか。まあ、とりあえず楽しむことにして、キャンディーでも集めに行こうか。おやすみ、みんな。じゃあ、またね。カーパトロール。こんにちは、アンバー。忙しそうだね。アンバー、どうしたの？ベビーアンバーがここで遊んでいたのに、いなくなっちゃったの？アンバー、心配しないで。カーパトロールを呼ぼう。みんなこんにちは。アンバーが困ってるんだ。ベビーアンバーが病院から行方不明になっちゃったんだ。探してくれる？よかった。さあ行こう。急いで。ベビーアンバーが一人で病院に出た場合に備えて、ヘクターは捜索してくれる？アンバー、カーパトロールだよ。状況を説明してくれる？ベビーアンバーはここでボール遊びをしてて、そのままいなくなっちゃったの？おかしいね。ここにもいないね。こっちにもいない。ベビーアンバーはどこへ行っちゃったんだろう。ヘクターの捜索の様子を見てこようか。ヘクター、どう？ミステリーだね。マット、お手柄かもしれないよ。もしベビーアンバーのボールがこのストレッチャーにぶつかって跳ねたらどうだろう。サプライクローゼットだよ。そんなところにいるかな。静かに聞こえる？
そのクローゼットから音がするよ。そうだね、フランク。ドアを開けてみよう。ベビーアンバー、もし中にいたらドアから離れてね。薬の箱が戸口に落ちちゃってドアが開かないんだ。フランク、押してみよう。フランク、開いたよ。無事でよかったよ、ベビーアンバー。本当に助かったよ、カーパトロール。ヘクターにベビーアンバーが見つかったことを教えてあげてね。どうもありがとう。またね。カーパトロール、スージーとジェレミーがいるよ。なんだか楽しそうだね。そうか、公園に行くところなんだね。あれ、どうしたの？ああ、誰かが公園を壊しちゃったんだ。別の日にまた出直してこないといけなさそうだね。でも、マットに知らせておかないと。警察署に行こうか。一人ずつ話そうね。よかった、マットとフランクがちゃんと調べてくれるって。いいアイデアだね。手分けして探せば犯人を見つけられるチャンスが増えるもんね。あの音は何だろう。犯人かもしれないよ。ああ、フランクだった。犯人は今頃隠れているはずだね。夕方になったら町へ出てくるかな。マットとフランクが現行犯で犯人を捕まえられるといいね。ああ、公園には誰もいないね。パトロールを続けよう。あれ？建設現場から音が聞こえるよ。でもゲートは閉まってるね。素晴らしいアイデアだね。カメラがあればフェンスの向こう側を確認できるね。しー、ゆっくりゆっくりね。犯人だ。またいろいろ壊してる。おやおや、タイラーと彼の仲間だよ。君たち二人は今夜刑務所で夜を過ごすことになりそうだね。マットとフランクは頼りになるね。いたずら少年が逃げないよう夜中見張ってたんだ。でもこの二人を行かせる前にもう一仕事だね。
君たち二人はこの公園を片付けましょう。自分たちで壊したんだもんね。ああ、どうかな？綺麗にしたから、またここで遊びたいの？スージーとジェレミーも公園で遊びたいみたい。マットの言う通りだね。もうたくさん遊んだから、今日はスージーとジェレミーに遊ばせてあげようね。公園がきちんとしていて、みんなが大切に遊んでいるのを見るのは気持ちがいいね。いたずら少年は家に帰る時間です。教訓を学んだといいけれど、捜査のお仕事お疲れ様。綺麗で安全なカーシティに戻ったのは二人のおかげだよ。カーパトロール。みんなこんにちは。ビーチにぴったりの日だね。うわぁ、すごいね、ボビー。ヘクターだよ。こんにちは、ヘクター。ショーを見に来たの？見て、ジャンプするよ。あちゃー、引っかかっちゃった。心配しないでね、ボビー。すぐに助けてあげるからね。そうだね。カーパトロールの仲間を呼んできて、ボビーを助けてもらおう。急いでね、ヘクター。みんな？ボビーが事故を起こしちゃって、ビーチで立ち往生しているんだ。助けてくれる？よかった。さあ行こう。急いでね。みんな心配しないでね。カーパトロールがすぐに何とかしてくれるよ。ウォータージェットはパワフルだもんね、フランク。ボビーを押し出してくれるかもしれない。もう少しだったんだけど、ボビーはまだ引っかかってるね。どうしようか。いいアイデアだね。岩をどければ、ボビーは動けるね。ヘクター、君のフックを使える？
難しそうだね。ヘクター心配しないで、もう一回試してみよう。上手だよ。岩が引っかかった。全力で引っ張ってみよう。その調子だよ、ヘクター。岩が動き始めたよ。ああ、マットも手伝ってるんだね。心配しないでね、ボビー。もうすぐだよ。さあ、フランクも一緒に引っ張ればボビーを出せるかもしれない。フランク、準備はいい？頑張れ。やったー。みんなさすがだね。カーパトロールのおかげで助かったね。みんなバイバイ。また今度ね。